おはよう。はよう。そして彼は謎解きはディナーの後でもちょっと見てます。
みんな生活だよ。つらいよ。ね、見たくたろ？昨日ちゃんと寝ましたよ。あのポケモンスリープつけてもう寝ました。これなんでハートつけたの？次のやつやってきますよ。この曲好きなんやね、私。アクエリとか飲んでね、夏バテ。Because you, now, my time is now, my time is now.
ピラ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 。私が風邪ひいた時に買ったやつ。今日のご飯は何だろうね。昨日はバイトだったからさ。ほんとハートありがとう。朝食まだ眠いです。寝ていいよ。無理してるよ。もう肉のローストです。ちょっと今日はまかないは昨日食べたんで、商品を持ち帰りしました。すごいブルーベリーソースがちょっともう色つきすぎてなんかえぐい色になってこう。いただきます。
なんか、上にチョコレートソースがかかっちゃった。盛り上がった。チョコじゃない、ブルーベリーソースが乗っかってるんですけど、なんか最初私どうなんだろうとか思ってて、ちょっと食べるのあれだなって思ってたんですけど、だんだんこう料理をこう運ぶときに美味しそう、めっちゃ美味しそうに見えて、これちょっと食べてみんとあかんわ思いました。ずっと食べたかった。から豪華だわ。焼きブロッコリーがちょっと薄い。味がちょっと薄い。おいしい。素材の味が生かされてます。めっちゃ美味しい。私はブロッコリーしてやる。
なんでお腹空いた時にさ、お腹と背中がくっつきそうって言うんだろう。減る歌っていうのがあるらしいよ。同様知らんこと私。全然知らんこれ。初知りなんだけど。びっくり。
ここにいた今小林が確かに沖縄はアメリカみたいなもんだもんね。確かに目がただご飯食べて終わった。おい、いってらっしゃい、頑張ってね。よし、大丈夫、歯に詰まってない、これ。え、詰まったの？
Love you. 머물고픈 어딘가에 낯선 뷰. I'll be fine.
早々と撮ってしまった。やめなさい。カサポンとか言うの。ポンタ当たりやった。見て、ポンタの顔。すごい悲しそうな顔してる。カサポン。泣いてるもん。ビブラート聞かせて。ですよね皆さん。カラッとから揚げ。こういうの。Take a lead, just make love or make believe.
もうあれ仕事行ってる？何の仕事？いるメンバーやミスターローバー、オーバー、ローバー、アンカミオーバー、ローバー、ローバー。なんで え、そうなの？やば。何するの？
真ん中も鏡だったのか穴開いてたのって思うけど、喉痛いよね。待って、私何分から化粧し始めた？行こうや。何分からだったっけね。知らないって。そう。悲しい。
It's you and me in this world 내게로 다시 와 time me 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me 이거는 가네 memory 널 찾은 슬픈 screen 이제 너로 말을 head a bit 운명은 우리 다시 밝혀냈지 Got me bad 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 나를 괴롭힌 뭔가 찾아 헤매는 dreams 떠올랐어 when you're next to me 잠시 잊혀진 나의 이름이 Yeah, I'll be the one.
Oh, oh.
ちがいねんが Yeah It's so bad, it's good 난그마음을좀봐야겠어 So narcissistic, my god I love it 서로를비춰봄아름다운까만눈빛도빠져깊이연이기려연이기려숨참고 let's dive
シリ。ヘイシリ。今何時？8時1分です。ありがとう。
なんか100均とかってマジですごいなって思う。破格じゃね。放り出されました。え、どういう女ナイトメアでよかった。なんでびっくりしたじゃん。やばいね、やべえ夢見てる。さすが13日の金曜日だわ今日。그게 뭐가 중요하니 지금 내게 완전히
間でいい？あとは髪の毛をやったら終わりです。30分前しようかな。どう？めっちゃカメいい匂いする。鈴木さん、中空西さん、焼きそばさん、あっちさやがさん、七位小団子さん、六位中谷さん、小芋さん、四位早送りさん、大祭が
ちりちゃんありがとう。で、ラニガートシさんありがとうね。そして本日第1話ボンさん、朝から可愛い姿ありがとう。素敵な話にしようね。もちは頑張って、明日明後日休んで、ほんでまた月曜日も休み、一本は頑張りましょうね。ハナキンにしましょうね。13日の金曜日やけど頑張っていこうな。今日もさ結婚してありがとう。うわ、ちょっと今日はね準備にお付き合いくださりありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。バイバーイ。